麻雀ファンの皆さん、こんにちは。本日はフォーカス M セカンドシーズン第73回戦74回戦の模様をお届けしてまいります。実況を務めますエリカ舞子です。どうぞよろしくお願いします。そして解説は藤島健次郎が務めます。藤島プロ、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。すいません。さあ、このフォーカス M ですね、 M リーグに焦点を合わせ切磋琢磨するプロ雀士とこの企画に賛同する特別参加の選手による真剣勝負のリーグ戦となっております。それでは前回までの成績表を見て本日の出場選手を紹介してまいりましょう。はい、こちらですね。黄色く色付けされている選手が今回の出場選手となっております。第22位瀬戸熊直樹マイナス 33.4 ポイント。そして第31位高宮麻里マイナス 135.3 ポイント。第35位萩原雅人、マイナス 181.8 ポイント。そして第36位石川遼マイナス 206.2 ポイント。以上4選手で本日の対局が行われます。さあ、対局室の準備が整ったようです。フォーカス M セカンドシーズン第73回戦当杯の開始です。よろしくお願いします。さあ、73回戦が始まりました。ちいちゃ石川遼、ドラは9万です。初がドイツ、なんちゃ萩原雅人、シャーチャ瀬戸熊直樹、そしてベーチャ高宮麻里の並びでスタートしております。ドラは9万です。さあ、なおルールは一発裏ドラ赤ドラありの M リーグルール、80分プラス1局の時間打ち切りで行われます。藤島プロ、本日はよろしくお願いします。はい、やばい、神々。今日はなんか私、藤島さんは選手だと思っていや僕もそう思ってますいたんですけども、まあまあね、フォーカス M はちょっと途中でね、選手が変わったりすることもあるん で、はい、で、視聴者の方はご了承くださいって感じですけどいや石川さん一緒に、あ、一緒に、早いですね。そう、滝沢さんから今回藤島さんということで、この後もですね、鳳凰戦リーグの解説も務めることということなので、長時間頑張ってください。さあ、ね、親番の石川プロですね。萩原さんもいいシャンテンになってました。こちらですね、はい、さあ、スーピンを持ってきました。ここで9万、ドラの9万、ね、はい、目いっぱいに構えます。ここも合わせて9万を切っていきました。ちょっと遅いのが高宮ですか。さあ、リャンピン、いいピン離していきます。ただ石川さん初2枚、そうですね、場に出てます。もうなかなかったんですよね。ヘッドとして使うのかどうなるか。さあ、ここは裾切り。早速マッチピンを引き入れて、ここは完リャンピンの達を払っていきます。ウーマン、ここで初を話しました。カイリアンシャンテ戻しましたね。はい、泣きづらい形だったんですね。うん、石川ですね。はい、3巡目にポンポンって2つ出ちゃってるんですけど、萩原さんがテンパイ、完治そう。さあ、ここで萩原がテンパイを入れました。さあ、タンヤをカンチーソー待ち。高宮さんはペーポンしましたね。さあ、ここで仕掛けていったのは高宮です。石川さん、イシャンテになりました。はい、さあ、続々と手が進んでいきます。ここは手の内から。さあ、カンチーソーは誰の手の中にもありません。4山ですね。さあ、石川どうなるか、親番なんとか上がりたいところですが、赤ウーマン。さあ、ここでスライド。高宮さん、いいシャンテンになりました。追いついてきましたね。はい、石川さんもこれテンパイですか。外し、ここでもさらに外していきました。そうですね、はい、結構もう2段目後半ということですけれども、まだここは外していく。
ちそう。さあ、高宮、どうか。本一行きましたね。さあ、ここはパーピンを切っていきます。想図の本一に向かう高宮。これが出れば、このトンで、ポンでテンパ、あ、切りましたね。さあ、このトン、高宮から、ポンの声がかかりました。さあ、これで、ヤクヤク本一赤。高宮にテンパイが入りました。そうですね。三素、萩原さんがあんこなんですけど、一応、そこの中でそうですね。さあ萩原のチーソーは石川に1枚、高宮に1枚、残り2枚山です。ここに3層来ましたか。売り点ですが天杯ですね。リーチか考えてますか。来ましたね。パーソーが振り点ですけど、はい、リアンパーソーのリーチ。さあ、ここでリアンパーソー三面ちゃん振り点ですが、親の石川からリーチが入りました。リアンソーが1枚だけですか。みんな薄い形になっていますね。萩原が残り2枚。あ、これ危ない。あ、数層危なくないか。数層は現物。さあ、この数層はどうするか。ただ高宮さんもいるってことですね。そうですね。2、6、2、2、4、8、どれ切ってもテンパ維持なんですけど、さあ想図の本一仕掛け高宮に対して、やっぱ親より強しで、親の現物の数層を打って完治層維持しましたね。さあ現在3人テンパです。ドラの9万これは打ち出していく、うん、筋で打ちやすいですね。2枚切れ。さあこのままどうなるのか。ここにリアンスを置きました。さあ、リアンソーがあんこになりました。ここからはどれを選択するか。難しいですね。このリアンソー石川は振り点なので当たれません。リアンソーそのまま打ちました。はい。うん、1枚、2枚、まだいますか。石川さんの町だけいない。さあ、これが入って、はい。あ、引きましたね。なんと、さあ単野をつも背底赤、うん、さあこれは2000、4000、つも上がり力強い背底つも。ここは萩原が上がりをものにしました。いましたね。もともとね、その高宮さんの換算層を止めてる形で、はい、はい、あんこにして高宮さんの町もだから1枚しかいなくて、換地層が一番強かったんですけどね。そうですね、枚数的にも一応最初4枚から2枚になりましたけど、いるところから引いてきましたね、はい、最初1300だったんですけどね、赤引いての配鉄もで漫画になりましたね。さあそのままとにかく親番を迎えます萩原です。ドラはパーワン、難が統一高宮、これはターチャの数ですね。で石川の手配、こちら親の萩原の手配です。ドラのパワー1は現在誰の手の内にもありません。ここでピンズで一面ツー、瀬戸熊もどんどんいい形になっていきます。さあ高宮ここはマンズに手をかける、ピンズの本位置へ向かっていきます。リアンピン、ここはローソー切り、上の3色ですか石川さん。うーん、さらに赤、なんかみんなハイパイ悪かったんですけどね、どんどん伸びていきますね、はい、さらにピンズを持ってきた、相撲が効いて効いていますね。本当にあっという間にこうみんな戦える手格好になってきますね。打点もどんどんアップしていく。白はつもぎり、
これはぶつかりそうです。さあここでドラのパワー1、ね、ここは手を切っていきます。さらにピンズ、さあ再び大物手が炸裂するでしょうか。ここでさらに嬉しい関数層を引き入れた、うん、萩原さんにシャンテンになりましたね。はい、初がドイツ、はい、チートイツのイシャンテンですね、はい、メオンチートイツイシャンテンになっている高宮です。石川さんも2差しが見えてきました。なんかぶつかりそうですね。そうですね、ほっとここでチーペンどうしますか。メンツのイシャンテン、メンツでのイシャンテンにもなりましたね。さあ、決めますか。チートイツはやめて、ここでメンツでのイシャンテンに取った高宮です、はい。リャンピン、ここは目いっぱいドラのパワーワンを打ち出していく。おっと、キューピン、ローピンですね。ピン詰まり切っちゃってるんで、そうですね、つもぎですね。このまま切っていきます。差し5があるので6の方を切りましたか。そこまさんがようやくイシャンテンです。やっぱそここはロースを切ってきます。おまたもやピンズ、これはこれはダメですか。そうですね、うん、ちょっとチートイには決めづらかったですね。そうですね、ちょっとネックのチーピンのところから入って、チーピン入っちゃうとね、プレミアムステにしちゃいますね、はい、あ、テンパイですね。さあここでパースをワンコにして瀬戸熊がテンパイ、町は換算マンです。3番は現状2枚、はい、単野を赤か。石川さん2差しのイシャンテンになりました。ここに来ましたか。これは単野があるんで1の方ですかね。さあここは2万、はい、2万差、ここで両面立つに変化しました。さあ瀬戸熊現在単野を赤かサブローマンのテンパイを入れています。1枚ずつですか。ここに3万ローマンが、こうなると萩原さんのどっちかサブローマン危ないですか。親なんでね、テンパイ入ったら打ち抜くと思うんですけど、はい、手が進んでしまうと出てしまうのか。こうなると厳しいですね。さあこの3万が瀬戸熊の当たりとなりました。単野を赤赤5200点の上がり、はい、単品3色テンパりましたからね、はい。まあ、萩原さんはこの方じゃ気にしてないと思いますね。もう自分の手で行くと決めたものですね、はいはい。さあここでトン3局となりました。瀬戸熊の親番ダラはチーピンです。さあ連チャンなくここまでスムーズにトン3局までやってまいりました。こちらが親の瀬戸熊、いい、ね、はい、イシャンテン、カンローマンとサブロキューソーのイシャンテン。さあトンがトイツ、サントイツ。さあ石川はこちら、瀬戸熊もメンツも完成している。さあウーソーで目いっぱいですか。瀬戸熊はかなりいい形、ちょっと他がね遅そうなんで。そうですね、少しずつ石川の手も揃っていきます。萩原、親の瀬戸熊、スピードも打点もある手配。数万引き入れてさらに手広くなります。上の3色があるんで嘘切りですかね。ここは嘘切り、はい、うん。これでリーチですか。これはさあ瀬戸熊、親の瀬戸熊から先制リーチがかかりました。町はサブロック9層、高めの9層三山ですね。あ、恐ろしい、これ誰もいけないですね。ちょっとね、現在リーチピンフドラ
高め3色、瀬戸熊からリーチがかかっている。ここは現物リアンピン、これは苦しい。ウーピン、うーん、ここはリアンピン統一落とし。ほぼ一人旅ですか、はい、誰も向かうことができないでしょうか。まだまだ山は続きます。現状6枚山ですか。まだまだありますね。高め3枚、そう、高め3枚というのがそうですね。一応イーシャンテンですね。萩原さん数層を重ねてイーシャンテン、ここは白を思い切って、うん、行きましたね。はい、行きました。石川さんもイーシャンテンなんですけど、ここでやめですね。はい、ここは切っていったパワーン。赤ウーピン引き入れてウーピンをあんこにした高宮です。手詰まりですかね。ションパイのチューン手をかけられません。ここはチーワン切り、うん、赤切りなんでね、うん、7万比較的通しやすいです。これ当たり前ですね。さあ、ローソを持ってきて萩原の手が止まります。金図と総図には手がかけられないですか。ここは満足としていく。さあ、イーシャンテンになっていった萩原ですが、ここで当たり前ローソを持ってきて手が止まりました。石川さんが一応テンパイですが、あ、さあチューンを重ねましたね。ションパイのチューンを重ねましたが、まあ、現物の嘘ですね、はい、取らずでした。スーピンも行ききれず、ここはどうなる。現物はあるけど粘るかどうかですか、はあ、粘るとしたらここは3万切り。なるほど、貫通の3万を切って粘りましたね、はい、赤切りなんで、はい、あのまたぎがないことと、はい、リャンマンが早いんでペンちゃんもないと読んだということですね。あ、それによってテンパイ、まあ、高宮もチーマンを切り、フルテンでもない。あ、でも三層が当たり牌ですね。打たない。あ、やはりここはいけない。ここは硬いですね。それぞれがちょっとずつまた手を進めつつ、やっぱりしっかりと止めるところは止めると。粘る、6万打って粘るかですか。でも打たずか、はい、ここはウーマンを切っていきます。萩原さんはやめになりました。あとは石川がもう一度粘れるかどうか。まだイーシャンテンの石川、そして、あ、休めですが積もりましたね。リーチ、ピンフ、ツモ、ドラ1ですね。2600ウールの上がり、うん、さあ長い旅となりましたが、ここは見事積も上がりした瀬戸熊、まあ、長引きましたけどね。そうですね、再び瀬戸熊の親番となります。トン3局1本馬、ドラは小さです。ちょっと苦しい手配か、ドラムチーソーから来ましたね。神谷さんいいですね。なんと赤、そして嘘をあんこにしました。石川の手配、そしてこちらが萩原。ドラドラですが、親の瀬戸熊ちょっと手配がまだ苦しい。役配を重ねたいところでしょうか。そう、石川さんの数層切りも面白いですね、はい、統一の数層から1枚数層落としました。これはどういう意図ですかね。
まあ、浮かせ打ちということですね、うん、くっつき、はい、メンツを作る場所を探してるんで、序盤にこう馬強がねちゃんとできてないんで、はい、どこにメンツができやすいかっていうのがちょっとわからないので1枚を外しとくっていうことですね、うん、なるほど。さらにローピンも切っていきましたね、うん、まあ、今のは9万を引いたことによってかなりこう純ちゃんとかがこう色濃く見えてきたのでローピンになりましたね。これで一通か、はい、ちゃんと一通の両天秤だったんですね、さっきはね。瀬戸熊はトン重ねております。これは仕掛けるか、しかし4と1通ですね。これでイーシャンテン石川さん、石川一歩前進です。千代高宮さんがこれでイーシャンテンにはなりましたけど、さあここは3ピン、3ピン、なるほど、イーシャンテンには取りましたね、はい。Gピン厚もぎり、高宮どうか、ここはな、うん、ちょっとツモが効かないですね、高宮さん、はい、ハイパー一番良かったんですけどね。石川さんがやっぱチャンスですね、この曲は。さあ石川一気通貫、瀬戸熊さんがチートイツのイーシャンテンですか。さあ親の瀬戸熊ドラドラです、うん、ドラドラなんでね、チートイツイーシャンテン、これでちょっとハイパー悪かったんですけどね、そうですね、瀬戸熊さんも一気に勝負になりましたね。萩原さんもこれでリアンシャンテン、すみません、ほぼチートイツ固定ですね、はい、あ、これで形良くなりました。2枚蹴りの急走を切りますか。さあここ急走に手をかけました。仕掛けていきましたね、萩原リアンシャンテン。さあこれを仕掛けてシャーを切っていきました。タンヤオの仕掛けをしているのは萩原です。石川はまだまだイーシャンテン。さあこれを仕掛けて、これでテンパイです。一番乗りですか、はい、いいピンが振り点なんで、ここはシャンポに取る か, るか、しかしここは振り点のイスチーピン、はい、スチーピンつもにの場合だけ上がれる形ですね、はい、高宮さんテンパイ取らず、ここで3層引き入れましたが取らず、このリアンス仕掛けてきました。高宮さんダブトン取った後に仕掛けました、はい、メンツでのイシャンテン、ダブトンドラドラあります。瀬戸熊イシャンテン、石川もイーシャンテンから動かずですが、ここも切って切っていきます。さあ誰がいち早く上がりに向かうことができるのか。現在萩原にイスチーピン、フリテンスッチーピン、ツモ上がりのみ上がれる形でテンパイが入っています。高宮さんテンパイ、さあここで数番を重ねました。ペンチーソーできましたね。そうですね、1枚いますか。さあ先制リーチを入れたのは高宮です。町はペンチーソードラのチーソーです。リーチ赤赤、これで振り点解消ですか。ウーピンを持ってきましたね。ウーピンは現物、リアンピンが数字、これで、あ、しかし続行、そうなんですね、そのままイスチーピン続行です。いやこれリアンピン切るとあれですよ、瀬戸熊さんにポンが入ってたんで、テンパイが入ってましたか、ナイスチョイスになるかもしれないですけど、
瀬戸熊さん読みましたか。なんとさあ、あんこからトーンを落としていった瀬戸熊です。あ、石川さん天杯引きますか。高め一通すっちーまんすね。さあ待ち望んでいたローソを引き入れて、さあすっちーまん高め一通の天杯リーチを入れた石川です。高めが1枚いますね。数万うわ、ここで さあここは萩原もやめています。親の瀬戸熊もダブトンドラドラだったんですが、トンのアンコ落とし、そしてリーチを入れているペンチーソー待ち。チーソーもいますよ、まだ1枚。さあこの戦いどうなるか。ペンチーソー対スッチーマン。さあ山は間もなくなくなります。手詰まりですか。瀬戸熊悩みます。ここはリャンピン、うん、あの石川さんのね川が変則点に見えるんですよね。9ピン宣言牌だし、ちょっと気持ち悪かったんですね。リャンピン切るの、はい、ノーチャンスだったんですけどね。さあここは石川高宮の2人天牌で流局となりました。石川さんうまかったですね、はい、手組がね。そうですね、スーソー切ってローピン切ってチューチャンパイを切ってチャンタと一通を三つの両天牌、あ、ジュンちゃん失礼しました、ジュンちゃんの。萩原さんも道中あれリャンピンをもし打ってたら、はい、瀬戸熊さんにポンが入っておそらく瀬戸熊さんの上がりになっちゃってたっぽいんですよね。その後瀬戸熊さんが数ピン掴むんですけど、そうですね、そこにその数ピンが高宮さんのところ行くんで、そうすると羽満の上がりになってたと思うんで、あのままイスチーピンを続行したことによってです ね、 そうですね、まあ、自分にねドラもなくて赤もない安い手だったんで、はい、こう受け重視で行った結果が他の上がりを潰した格好にはなりましたね。トン4局、日本馬、京卓は1本、高宮の親番です。ドラはリャンピン。チュンがドイツ。こちら親の高宮の手配。石川はこちら。チームを持ってきて両面ターツに変化。上の3色。ここは関連層のターツ払っていきます。トンがドイツの萩原です。このさんがいいシャンテンですか。さらに両面ターツに変化。お、どうしたんでしょうか。ここは9ピン切り、うん、瀬戸熊こちらの手配。赤きますね。そうですね。ここはカンローソ引きましたね。あ、さらに赤ウーマン。ここは9ピン切り。小さはつま切り。つま切り。仕掛けましたね。この換算ピンを仕掛けたのは萩原、これはトンの後付けですか。はい、トンは現在1枚場に切られています。萩原さんらしくない感じがしますね、うん、これこういうのも入れていくんですね。よく早後付けの形、まあ、今回のこのフォーカス M に関しては本当にいろいろ試すことっていうのを目的としてるって言ってたので、はい、いつもやらないこととかもこう目いっぱいやるって言ってましたもんね。チャレンジしてる感じしますね、はい、これ6、7、8、イーシャンテンから。さあ石川から先制リーチが入りました。テンパイ、そうですね、一度切っていたイースをさらに統一にして
頭にした形でさらに6球層、ね、はい、頭がね自分が切ってる言いそうなんですよね。そうなんですよね。さあ先制リーチを入れたのは石川、町は6球層です。リーチ高め3色、高め2枚いますか、ロー層が2枚、球層も1枚います。こちら萩原パーソギリ、さあ親の高みは追いつけることができるのか、形はいいんですけどね、はい、7番が一応恨めちゃってる格好ですか。今自身で序盤に1枚切っているところから統一になりました。再び今ハンコ、あ、これでこれでいい3点ですか、はい、選択ですね。どうなんだろうな、難しいですか。切りたいな全部の筋、ローピンから、ここはローピン急速、あ、はい、休めですが、ツモですね、リーチ、ツモだけですね。500線の上がり、500線は700、1200、ここは石川自身で積もって上がりとなりました、うん、そのまま難入です。京太郎も2本あったんでね、はい、まあ嬉しいは嬉しいと思いますね。まだそこまで点差が広がっていないので少しでもこの上がりは嬉しいですね。さあそして親番を迎えます。難入しました。難一局、石川の親番、バラはいいそうです。ただ他がいいですね。瀬戸熊さんいいシャンテンで、萩原さんもなんか3色が見える手でしたね。石川白鳥ちょっと苦しい、そうですね、うん、さあこちらもそうです。投げ原いいですね。ちゃんと3色まで歩きますね。萩原さんと伊藤熊さんは一通の2チャンテンですからね。高宮もどんどん良くなりそうな、ピンズが伸びそうですね。ここはローマン、現在瀬戸熊が 33,800 点でトップですが、まだまだ僅差、どうなるか分かりません。今回は4人ともポイントがちょっとマイナスしている4名ということで、昨日のフォーカス戦は全員プラスだったんですけれども今日はマイナスということでですね、もっとマイナスが広がってしまうのか、まあ、そうですね、こう、はい、もう中盤戦なんでそろそろ上を見てきたい4社なんで、例えば心理的にはそうですね、こうやっぱりまずはしっかりトップを取ろうっていう感じにはなってるかなとは思いますね、うん、瀬戸熊さんなんかは今はそうですね、マイナス 33.4 ポイント、ここでトップを取って一気にプラスになって、でさらにまたトップを取っていけばすぐに100ポイントとかも目指せますもんね。まあ、さっきのね親番でこう打点があるんですけど、はい、イシャンテから降りたところとか見るとそういうやっぱ12点の方の意識がちょっと強いかなと。なるほど。逆にねその上の方にいたら余裕があるからその素点伸ばそうってなると思うんですけど、あ、まあ、今日はだから、はい、その12点をよりまずは意識してる4名がやってるって感じですかね。先ほどのはそっか手堅く、まあ、このトップを落とさないように、はい、補充しないようにのトンの暗号としちゃったんですね。さあ何一曲まだまだ続きます。石川まだちょっと苦しいが、うん、そうですね、萩原さんがもうイーシャンテになってましたから、両面両面の、はい、もう手形が決まってるイシャンテンなんで、こ
コリアンピンテの内から瀬戸熊も三面ちゃんとリャンカンイーシャンテン、高宮さんもドラドラなんですよね。ここはイピン、やっと一歩前進ですか。これでイーシャンテンですか。はい、馬を引き入れてマンズ完成です。一面ツ、これポンテンかかる。この角を切ることで、あ、取りました。さあ石川が仕掛けていきました。ここで9万を切って転廃、一寸そう待ち。一番乗りになりましたよ。そうですね。しかも萩原さんの余剰杯が一寸そう。高宮さんイーシャンテンになりました。ここは数万、うーん、出ちゃいますかね。これは二差しになったので、一切りリーチ。さあしかしこれは石川の上がりとなりました。白ドラ1、2900の上がり。つなげましたね石川さん、はい、かなり苦しい手配から、ハイパート的に悪かったですけどね、はい、なんとか親番を維持することができました。第1局一本馬ドラローピンです。マンズ一面つ感染、リャンカンの形、リャンマンのマンズも、マンズの両面もある瀬戸熊、そして高宮はまた赤がありますね。すごい今日高宮のところに赤とかの手が来ますね。なんか高宮さん前回もそんな感じでしたね。だから赤ばっか来ちゃうからちょっともう降りづらい感じになっちゃうんですよね、いつもね。どうしても攻撃的にならざるを得ない打点のある手になってしまうんですね、はい、ちょっとセレブは最近赤が来ないって言って嘆いてましたけど。中止シャンテンでしたね、瀬戸熊さんが。カンパソーとカンサンピ、高宮さんにシャンテン。さあ一歩前進です。現在19700点持ちの高宮と萩原さんもいいシャンテンになりましたよ。カンサンマンを引き入れて、一番いいとこ引きました。そうですね、ネックのカンサンマンを引き入れました。さあこれもぶつかり合うか。萩原どうか。天敗、さあ両走を引き入れて、ここで萩原に天敗が入りました。武蔵の変化があるんで闇点にしましたね。6球走待ち、ピンフで天敗している萩原です。高宮さんの老走がちょっと危ないのと、瀬戸熊さんの球走もちょっと危ないですか。三走はつもぎり、そうですね、瀬戸熊これで貫禄走が入ってしまうと急走が出てしまう形。これで出ちゃうパターンもありますけど、さあどうなるか。あ、ここはパワーワン切り、チーマンが2枚飛んでたんですね、うん、9万も1枚切れでしたか。石川さんがイーシャンテンになってましたね。親の石川トンは1枚ばっかりでいますね。そうですね、1枚山にいます。なかなか手が進みません。瀬戸熊、そして高宮ドラですね。さあここで
石川虎のローピンを持ってきて、ここは数間切り本店にのみ備えたところですね。数ピン、あ、ここ嘘切り、宝珠回避してますね、はい、あ、テンパしました。これで宝珠になっちゃうかな。さあ、しかしこの老僧が萩原の当たり牌となりました。ピンフ線は1300点の上がり。うん、先にね、想像が伸びれば宝珠回避できたんですけどね、赤赤でテンパっちゃったんで致し方なしというところですかね。お、萩原さんいいですね。何二局萩原の親番です。ドラはシャア、あ、まとまった形。赤も1枚、ドラのシャアが1枚ある。さあ、こちら高宮ちゃんとの見える形か。3万しかしあんこです。さあ、白ドラドラですね。石川がドラドラですが統一が多い形か。そう、ここは何を切っていきます。両面ターツに変化しました瀬戸熊。なんかやっぱこのルールって上がり予想がちょっと難しいですね、はい、ハイパイ時の感じと上がる人が、うん、そうですね、劇的な変化をするときと、うん、なんか一気に打点も赤が入ったりとかするともう魅力のある形にどんどん変化していきますしね、はい、さん一応いいシャンテンですが、リアンシャンテン戻しましたね、はい、佐藤さんドラ打ちましたか。ここで目いっぱいドラを打ち出していきました。さあ、ドラドラの石川苦しいですが、ここは上がりたいところか、うん、石川さんもどっか一つ、どこか手役が一つ欲しい、はい、そこ模索してますかね。さあ、赤嘘を引き入れた。うわ、そこが最初の点ですね。すまん、うん、これでいいシャンテン。さらに一歩前進。これは萩原瀬戸熊打点のあるいいシャンテン。で、チートイツ、四トイツになりましたか。はい、リアンシャンテンです。あ、テンパイだ。さあ、ここで嘘を引き入れて闇テンですか。テンパイ、スーピンが2枚打たれちゃったことをちょっと気持ち悪がった感じですかね。おー、なるほど。ピンフ、赤、1スーピン待ちでテンパイしているのは萩原です。石川さん、いいシャンテン、チューンを切っていきました。さあ、石川もチートイツ、イーシャンテンです。高宮さんもイーシャンテン。さあ、パーワン、ここはイーピン切り、ピン切り。しかし、これ当たりだ、はい。じゃあ、ピンフ赤一2000点。え、今日親なんで日給です。あ、失礼しました。2900親でした。さあ、萩原ここはダマテンで上がりをものにしました。何曲一本場、ドラー数万です。さあ、ハツが統一、シャーも統一、高宮です。やっぱり親犬の方をこう大事にしたということです ね、 萩原ですね。この親を落とせないっていう判断でしたよね。きっちりやめてんで上がろうっていう。実際こう闇点じゃなかったら、あの E ピン多分打たれなかった範囲なんで、うん、はい、少しでも上がりで、うん、好判断だったと思いますね、はい、うん、石川ハクがドイツになりました。ナンがあんこになっているのは萩原です。本一、さあ、ピンズの本一に向かいます。高宮嘘があんこになりました。石川さんも本一かもしれない。想像の本一に向かうのか。ローマン切り、
三浦さんいいシャンテンですもんね。さあここはまたみんなぶつかり合いそうな手、そこはさらにパワーピンピンズを引き入れました。さあこの9ピンを仕掛けていた高宮です。そう。チーピンから打ちました。はい、3色をちょっと見たということですね。さあしかしここでこのシャアをポンしてさらに一歩前進高宮、これでイーシャンテン。これで太陽のイシャンテンになりましたか、瀬戸熊さん。さあ、イソを切っていきます。ここから遅切り、チートイツがあるんで、鹿さん受けました。ピンズ余っちゃってますからね、高宮さん。そうですね、もうすでにウーピンを打ち出してピンズが余っている様子を見て石川ショット手が止まります。さあ、ここはチーピン、さらに2枚目が余りました。これでちょっとピンズがもう打ち出せないと、ピンズは打ち出せない感じにはなってるはずですね。これ裏目か、ウーピンはつもぎり、ウーピンをすでに切っています。ローマンはつもぎり、萩原すごい悩んでいる感じですけれども、さあここどうなるのか。チソ、萩原さんは早い段階でイシャンテンだったんですけど、そうですね、この両面が両方弱いんですよね。イーピンがもあのイースピンがね、イーピンが序盤に切れてる、2枚切れてる上にピンズの本質がいることと、はい、ドラマタギのサブローワンがこう薄くなっていって今ちょっとこう苦しいなって感じになったと思いますね。残っているターツがちょっと弱いけれども、なんとかここは親番維持したい萩原。さあこの発、ね、はい、一枚切れだったんでね。しかしここは思い切って打ってきました。さあこれで天牌です。3ピンとパーピンのシャンポン、これで役々本一トイトイ天牌入りました、高宮です。両方いないですよね、3ピンとパーピンがすでに出ていく形じゃないんですね。両者降りてる瀬戸熊さんにパーピンが統一、まあ、チートイに今これで決めたんで余計出なくなりました。で萩原さんのとこにこう2ササシ5で2枚あるんですよね。はい、あこれでテンパイ、ドラ打てばテンパイ、パワーをあんこにしてテンパイ、ここで思い切って数万ドラを切ってテンパイです。さあ現在1数ピン萩原にもテンパイが入っています。石川さん天敗、さあカンパワンを引き入れて石川もカンウーピンの天敗。ドラですけど、はい、チート1本になってますね。さあ瀬戸くまもチートイツイーシャンテンです。ハクをアンクにしました。1枚切れ、数ピンを打つかどうかか、しかしここは、そうですね、親の萩原さんが後から手出しがあるんで関係続行ですね、はい、はい、実際数ピンですね。さあ現在萩原、石川、そして高宮に天牌が入っている。瀬戸熊はチートイツイーシャンテン。さあ山も残りわずか、まだいますよ、いいピン。あ、なんと
ここは萩原の上がりとなりました。ミラクールですか。はい、テンパネして、うん、そうですね。さあここは何ドラ1大きいですね。さあ萩原ここで上がりをものにしました。つながりましたね。ピンズが相当ちょっと厳しいかなと思っていたので、はい。サブローンが薄くなったんですけど、8万が残っての転廃でなんとか上がりもものにしました。こうなるとね、さっきの日給とかがやっぱり生きてくるんですよね。でトップになりましたからね。あそこからしっかりつなげていっています。はい、さあ何曲日本馬となりました。ドラワリアンソー、現在親番の萩原3万3400点でトップ目になりました。なんかあの意識が見て取れますよね。萩原さんは親番でこう勝負しようっていう感じがこう見て取れますよね。子供の時はね、あのしっかり守ってっていうのがこうなんだろうな、こうやってつながってくるのが見えるんで、はい、すごいなんか充実してる感じはしますけどね。思った思考と思考通りにというか、はい、はい、つながっていっていると。イーシャンテになりましたか。まだか、頭なしか。イーシャンテはイーシャンテですね。萩原さん、他がちょっと苦しいか。萩原こちらですね。ここでチーマン嘘を切っていきます。ペンチーピンを引き入れた。ペンチーピン大きいですね、はい、これでさばきに出られるかもしれないですね。半数層引き入れた。これは石川も嬉しい、うん、選択ですね。そこでターズの選択。頭なし、関数ピンとペンチ層。ここは関数ピンのターズを払っていきました。ピンズが悪いと判断しましたね。こう判断かもしれない。そうですね、数ピンが瀬戸熊に統一、うん、1枚しかいないですもんね。さらに高宮の手の中にも1枚、はい。一方ペンチーソーが3枚山にいますね。なんとそこで赤ウソを持ってきた萩原です。ここは1回3ピン切り。選択。ここは両冠の形、両冠にしましたか。はい、テンパイ。これは赤ウソ切りのリーチですか。うん、そうなりますね。さあここで親の萩原から先制リーチが入りました。町はペンチーソー。先ほどこう判断したペンチーソー、はい、3枚います。3枚まあちょっと読みづらいですもんね、うん、チーソーは狙い目にはなりますか。あのドラガレアンソーなんでね、あのその兼ね合いもあるんですよね。自分で切ってるウソを赤でもう一回切ってきたのをどう見るかっていうのがあるんですけど、はい、うんうん、ペンチーソーはちょっと盲点になりやすいですか。あのシャンポンとかに当たるケースは全然あるんですけど、そう悩んでここはいいピン切り。シャアの統一落としに入る石川です。現在リーチ、リーチのみですね。萩原から先制リーチがかかっています。両面立つに変化せとくまですが、三者どうするか。
想像間違があるとしたら、イース層から老朽層に見えるんですよね。風層2枚受信で切っている萩原。実際には引き戻した赤を引っ張ってたケースなんで、はい、うんうん、赤切りリーチにはなってるんですけど、この残していた鬱蒼に関してのそれぞれの思考がどうなるか、はい、うん、ヤンマンがあんこになりましたが、瀬戸熊ここは数ピン切り、注意シャンテンで粘ってますね、瀬戸熊さんは。経点は取らなかったですね。さあ、間もなく流局となります。残りわずか角番。ここはウーピン積もれず。どこ行っちゃったんですかね。まだ2枚いるんですけどね。現在小さは石川、そして高宮の手の内に2枚、残り2枚山なんですが、残りはワンパイか。さあどうだ、9ピン。さあ、これが背底の牌です。テンパイが入りました。筋のパーソーを切るかどうかですか。うん。急走は無筋だもんね。リャンはもう無筋。それよりはパーソーを打たずを選択と。はい。ここはテン、経点は取らず、萩原の一人テンパイで流局となりました。ここは親番位置で御の字ということでしょうか。さあ、残り24分となっています。さあ、このフォーカス M 80分プラス1局の時間打ち切りで行われております。第2局3本場、供託は1本、再び萩原の親番、ドラは9層です。初が統一、シャーが統一、石川の手配はこちら。またいいですね、またいいですね。さあ、高宮さんも砂漠そうな手ですね、はい、あ、この青泣くかな。さすが泣きますか。さあ、ここは流派を仕掛けて一歩前進です。さらにシャーも自身の地風になっています。高宮、萩原さんの形がさらに良くなりましたね。穴は切っていく。さあ、ドラドラの石川、そして萩原。いやー、天敗です。ノッキー、これも2-1ですか。さあ、ここで早くも萩原から先制リーチが入りました。町は6球満リーチピンフ。いや、これは誰も進むことができ、あ、選んだ。ドラの急走を打ち出していた高宮、現在イーシャンテンです。数層を持ってきて両面ダーツに変化。ここはドラの急走を合わせていきます。うわ、高めだ。あー、リーチ一発つも単野を2600は、うん、あ、一発なんで4000オール。すみません、リーチ一発つも単野を4000オール。はい、4000は4300オールですね。リーチ一発つも単用ピンフ。ここは4000は4300オール、見事萩原の上がりとなりました。うん、いや、高め一発つもいや、打ててますね。やっぱりその最初のね、日経の闇点からこう親番つないで、ね、はい、今やっとこう高打点をものにしたんで、うん、いや、これは何だろう、すごい、なんだろうな、うん、いいですよね、うん、こう思い描いていた通りのこう天敗と上がりをしっかりとものにしている。さあ、何2局4本場となっております。萩原現在 45,100 点でトップ目です、
この4戦オールは大きかった。先ほどまで僅差だった2着目瀬戸熊だったのですが、ここで大きく差が開きました。しかし瀬戸熊にもまだ親番があります。さあその瀬戸熊ダブナンをすでにポン仕掛けています、これ以上はちょっとさせられないぞと。ってことですね。さあ瀬戸熊イーシャンテンです。ちゃんとの見える形石川です。高宮さんがチートイツのイーシャンテンですね。コトイツイーシャンテン高宮。今回は萩原さんが一番遅そうなんですけど、はい、赤嘘ここは数万切り。そうですね、しかしこの遅そう遅そうと言いながらテンパイいつの間にかしてるっていうのも何度か見かけているので、うん、ここからどう成長していくのか。ウーピンはつま切り。6万つも切りましたか。はい、まあ、メンツとも残ってるんですけどね。6万はどっちにしてもいらないということですか。チートイツにしても、まあ、両面ターツとして、あ、さあここはパーワンをさらにつも切り。ドラにローソーがくっつきました。ここは赤ウピン、ようやくテンパイ。はい、ここでテンパイ取らずですね。そうですね、カンパーワンのテンパイは取らず、うん、まあ、ダブドラだったってことが大きいのと、一つもうカンパーワンが2枚切れちゃったことですね、うんうん、この赤ウソへのくっつきを待つ瀬戸熊、うん、あのダブなんなんでね、しか出てるのが、はい、ウソにくっ掲載すればマンガンが取れるんですよね。うわ、これダブナー赤ドラです。あ、ここでパワー。しかし打点があるのは嘘にくっつく方、難しい判断でしたね。目的としてはやっぱり親を流したいっていうのが、そうですね、自身の親がまだ残ってるんで、はい、落としたいのもあるけど、でもね、くっつければすぐマンガンなんでね、難しいとこでしたね。萩原さんはイーシャンテンまで来てますよ。さあ、ソーズ、いや、ピンズ。ここは一旦9万。萩原どんどん手を振ってここまで来ました。このすぐにリアンピンは自身で切っている形。テンパイですね。しかしここで3ピン、そしてペー。サブローピンペイどうなるか。あ、ペイを落としてきました。打たない。小宮さんメンツ手に切り替えましたか。石川さんは折り、あんこのトーンを抜きました。三層。三万切り。ようやくテンパイ、はい、ドラタンキ。さあここで一旦赤ウーソードラタンキダブナン上がればダブナン赤ドラですね。瀬戸熊にテンパイが入っています。うん、5万切りになりますか。あ、9万、9万切り、うん、まあ、想像には手かけられないということですね。ドラ色のね本一に見えるんで瀬戸熊さんが、うん、はい、まあ、ダブナン仕掛けてるっていうのもありますけど、想像でロンって言われたら何点って言われるか分かんないんで、誰も想像打てない感じになってますよね。
石川も店じまい、ここは3万切り、萩原9万を打っていきます。山は残りわずかです。どっち順で急走打ちですか。そしてここは急走を打ってウッパソの延べ単に変化。さあこれで流局となりました。ここは瀬戸熊一人転廃で流局です。なんとかここで萩原の親番を流して、そうですね、親は落とすことはできましたね、はい、そして自身の親番を持ってきました、うん、ここで勝負ってことですね。うちなにせよ三男三局となりました。瀬戸熊の親番、ドラは両ピン、さあ現在5本馬ですね。こちら、そしてこちらが萩原、初馬と一通、ドラの両ピンも2枚ある瀬戸熊です。ここはなんとか大物手を決めたい、うんうん、次かもしれないですね。瀬戸熊ピンズの方位置ですか。はい、あ、仕掛けました。早速仕掛けてきました。この初、さあ初を仕掛けてここはローマン切り、ドラドラなんですよね。そうですね、ただ上茶がねトップ目の萩原さんなんで、おいそれとは降りてこないんで、うんうん、萩原4と1、さあこちらは高宮チームを持ってきて両面ターズに変化。石川もピンズで一面ず完成です。チートイズ両シャンテン、関三万、ここは山を切っていきます。チーピンがあんこになりました。これネックなとこでしたよ確か、佐藤熊さんのチーピンですね。さあしかし自身で3ピンをあんこにしました。5と7でいいシャンテンか、はい、関ピン、関チーピン、ピンチーピンのいいシャンテン、萩原さんもいいシャンテンですね、うん、さあここで切りたいウーピンはチーが入ります。はい、しかしここはチーソ切り、うん、柔らかいですね。これで自敗とピンズだけになりました。瀬戸熊キューピン落ちに来ましたか。このペイにポンテンをかける、はい、かけると瀬戸熊さんにもチーテンが入ります。さあこのウーピン、さあ現在ペイを仕掛けてウッパッソ萩原の転廃、そしてこのウーピンを仕掛けて瀬戸熊にもペンチーピン、初本一ドラドラの転廃が入っています。現状3対1、ウッパーソ有利です。ペアかウッパーソか。さあ、残り、山の中にはないペンチーピン、ローピンを持ってきました。うん、高宮さんは、ションパイの白が打ち切れずに一歩後退しましたね。石川もトンがあります。お二人のめくり合いになるのか。ここはローソンも切っていきます。何を持ってきたか。ウーピン、うん、どう映りますかね。ウーピンチーの後にキューピンが手出し、はい、自身でチーピンがあんこ、
ここはトーンを切っていきました、うん、トーンは1枚切れと回りましたね、萩原さん。そうですね、一旦このマークをウーピンにくっつけばというところでしょうか。三層はつもぎり、まだ2万点リードしてるんで、はい、リスクは負いたくないところです。あ、高宮さんがあリーチを入れました。さあ3ピンうまく回りきりましたね。白勝負しましたね。白を勝負して2ピン、2ウーピンの転敗です。2ウーピンが結構いるんじゃないですか。意外とあの瀬戸熊さんのチーピンがね、あここにウーピンが来ました。それで瀬戸熊さんもさあこれで後継に変化すチーピンの転敗、はい、チーピンがいなかったんで、そうですね、数ピンがこれで上がり目が出ましたね。数ピンは2枚手のうち、あと1枚仕掛けられているので残り1枚ですね。1枚、しかしゼロよりは全然いい瀬戸熊。そしてこのリアンウーピンどうなるか。リアンウーピン3枚、ドラが2枚残ってます。あここは萩原も折りに回るか。佐久間さんもインパチなんでね、これ上がると、はい、あ、リャンピンここに来ちゃいますね。あ、リャンピンが1枚石川のところにお、パービン。ここで仕掛けていったのは石川です。粘ろうと、ここでハグを打ってでイシャンテンの石川。あ、天敗復活。萩原も天敗復活、はい、うん、まあ振り点なんですけどね、萩原さん自身でウーピンを切ってます。あさあ、まもなく流局になりますが、石川さんは天敗入らず。さあどうですかね。さあ最後数万。さあここは萩原、瀬戸熊、そして高宮3人天敗で流局となりました。なんとか萩原も最後天敗を仕返して3人天敗、はい、残り8分40秒となっております。80分プラス1局の時間打ち切り、残り8分40秒。石川苦しい手配か、こちらは萩原、ペイがドイツ、赤が1枚で高宮はこちらです。さあ6本場となっております。南三局6本場、京卓は1本。なんとか連チャンしたい。ここでトップを取ってマイナス 33.4 ポイント、うん、これをプラスのポイントにしたい瀬戸熊です。瀬戸熊さんこの曲はね目いっぱいいくだけだと思いますね、うんうんうん、高宮さんはね一応親があるんで、はい、何でもありです。石川さんだけちょっと今テーマがブレつつある感じですね。さあもう親番はない石川、13,400点、現在3着目ですね。テーマがブレつつあるときはどう思っていく。まずは手配と相談なんですけど、はい、まあね、あの素点もあるんで、うんうんうん、一応やることはやるんですけど、はい、市川さんは、うん、どうですかね、親もなくて、はい、で万願積もってもまだ2着届かないような天境で、うんうん、ラスメと7000点差、うんうん、
難しいですよね。何を持ってきたか、萩原マンズ3万アンクにしました。もともとイーシャンテンが手広くなりましたけど、はい、3ピンを切ってしまっているので、うん、一応テンペを逃した格好になってます。あ、なるほど。トメさんイーシャンテンですね。ポゼンシン、現在ライデンの2人 で、はい、瀬戸熊さんイーシャンテンになりましたよ。一歩前進です。お母さんもいいシャンテン。さあ瀬戸熊どうか。テンパイ。ローソーを持ってきてテンパイ。ここはサブローマン待ち、先制リーチです。さあしかも嬉しいローソーを持ってきて。高めさんもテンパイ。いきますか。さあここでかける。剣三層。剣三層。お、石川さんもテンパイで。おっと。確かにドラのイースを重ねてさあ、テンパイ選択、シャンポンの闇天、はい、闇天マンズ変化がありますからね。ドラドラ役割なんで闇天にしましたね。さあここで萩原さんもテンパイですね。すごいですね、うっぱそう。おさあ現在瀬戸熊にサブローマン、高宮にペンサンソーそして石川はスーマンとパーソーのシャンポン、さらにここで、あ、うん、やめましたね、はい、競りのね2着の瀬戸熊さんだけだったら、はい、行ってもいいパターンだったんですけどね、うん、2人リーチなんで、あ、これ当たり入った。あ、しかしこの3走が高宮の当たり26リーチドライチですね。2600点、6本もありますね。4400、4400。さあここでオーラスとなりました。残り3分50秒となっております。終わりきりましたね。そうですね、3層を思い切って打ち込んでいきました。石川でした。一応リーボー2本入れると6000点相当の上がりになりましたか、うんうん、6本場でさらにありましたからね。あれでもう、あ、まあ、マンズの変化もあるからとりあえず打ち抜いて変化になったら、まあ、さらにリーチと行こうと、ね、うん、そうだと思いますね、うん、ランペイコ変化とかもあったし、ただあんこの3層だけはどうもなんないですよね、ちょっと。第4局オーラスです。高宮の親番、ドラは3層です。お、ドラドラが見えました。瀬戸熊ですね。しかしこれはまた萩原そして瀬戸熊が、あ、いいですね、現在4統一でしたが、ここ3問切って想像の本一に向かっていきます。はい、もう直線ですね、はい。ただ瀬戸熊さんもバイマンツモでもトップ届かないんで、はい、多分どっからでも仕掛けるんじゃないですかね、うん、一旦ここはソテンを少しでもアップして2着と。イシャンテン取らずでしたか。ベンサンマンの脱を払っていきます。ベンチ層を引き入れたのは石川です、うん、はい、いいシャンテンです。上の3色ですか。7、8、9が見える。テンパイ、テンパイですが、いやこれはそうですね、一応ラス抜けには3900いるんで、はい、この役なしだけはちょっとやってないってことで、うんうんうん、1回目点取ってから多分フリテンリーチも視野に入れてると思いますね。なるほど。瀬戸
マソーズローソー、いやーすごい名本チートよ天杯。そうですね、ちょっと僕どこでも仕掛けるようなこと言っちゃったんですけど、瀬戸駒さんはなおポンしてません、はい、失礼しました。ここは統一になりましたね。名本チートイドラドラ、ここ瀬戸駒に、チーソン天杯入っております。もしかしたらですよ、はいはい、佐久間さんはいいと思った町にもし変わったらリーチ行くかもしれないですね。あの裏ドラを入れると3倍マンが一応あるんで、それをもしかしたら模索してたのかもしれないです。あ、なるほど。あ、行かないか。でもさすがにでも直撃だとっていうのがあります。さあこのチューン羽直だとトップ逆転なんですよね。そっちもあるんで、この羽マン、現在羽マンのこの瀬戸熊の手、これがトップ目の萩原から鹿さんが天杯仕返したんで今行きました。イースーソー酸素、さあここで石川から天杯リーボーが出たので、はい、瀬戸熊さんも倍積もが変わるようになりました。うん、積もれば、あでもこれ当たり牌だ。あうん、さあしかしこれは石川の当たり、リーチ一発ピンフドライチ、まあまあね、さあ、ここは8000点の上がり。はい、いやー見応えありましたね、最後。そうですね、瀬戸熊も勝負手でしたが、さあ、ここは石川の上がりとなりました。トップから萩原、2着瀬戸熊、3着石川、そして4着高宮、こちらの並びで73回戦が終了となりました。はい、では一旦お知らせをどうぞ。